安倍正方公募書小坂山の神社。安倍正方は、江戸時代後期の大名。貧乏国福山藩の第九代藩主。には十四人した主家頭。安倍家、宗家十三代。第六代藩主、安倍正康が隠居後に設けた三男として、江戸にて誕生。文久元年に、第八代藩主の兄、聖教が、死死のないまま創生したため。 同年6月17日に14歳で家督を継ぐ。2年後の文久3年から京都敬語の任にあたり、7月19日に福山へ一し帰国して、8月5日から藩平約1800人を率いて、山城国八万に祝陣した。現時元年、正方は幕府から第一次長州政党の先方を命じられ、藩平約6000人を率いて、秋国広党に出征する。そして、 福山藩軍の広島到着から間もなく、幕府と長州藩との和睦が成立しようとしていたところ、急遽幕府から日光警護の下辞がもたらされた。これは、福山藩が幕府への忠誠を疑われたことによるものと思われ、貴人後、正方は、尊皇派の藩士5人を処罰している。翌慶応元年11月、福山藩は再び、長州政党を命じられ、 12月10日、政法は、藩平を率いて出陣する。しかし、翌年6月7日、岩見国を進む途中に、政法は病を悪化させ、四季を、過労、内藤各衛門に委ねてカスブチに泊まることになった。政法を残した本体は6月17日に、岩見国マスダで、長州藩と交戦して敗北した。翌日、カスブチで敗北を聞いた正方は、 軍の立て直しを命じるが、幕府軍が6月18日に、長州藩に敗北したため、正方は、撤兵を決意し、7月23日に、福山へ帰還した。その後、大政奉還、王政復古、と、政局が激動する中、福山藩は態度を決めかねていたが、徳川府大であることから立場を危うくしていった。そのため、長州藩の進攻に備えて、 福山城の弱点とされる北側に強壁を築き、城下に万象を増やすなど、防備を強化に取り組んだ。そして、慶応3年11月22日、母親戦争の前哨戦として、長州藩軍が領内に迫ろうとするとき、正方は病を悪化させ、福山城内にて20歳で死去した。自極多端のため西方の死は、被され、 翌慶応4年に1月9日未明、まさに、長州藩兵が、福山城に攻撃を行う、数時間前、旧地北西の小丸山に仮埋葬された。その後明治2年の8月中旬になって、西方の亡骸はようやく、復活軍本城村の小坂山に奔走された。福山藩の安倍家歴代藩主で唯一、福山に眠るのが西方である。西方は未婚であり、 安倍家の血筋は本来断絶であるが、明治維新の混乱に乗じてそのことは引得され、数ヶ月後、秋広島藩から藩主浅野長君の弟、浅野元次郎が七代藩主、正弘の娘と婚姻することにより、養子として迎えられ、母親戦争最中の慶応を4年5月20日に、福山城へ入って、安倍浅武と名乗って、後を継いだ。この養子縁組は、 福山藩孫族の格索であったとする説がある。親朝廷方であった浅野家の親族を養子にすることで、幕府重鎮であったはずの安倍家を存続させるということである。同年の年明け早々から新政府への教順と新政府軍の福山入場が行われている。政法は藩政においても、江際に水や関富士党員などの優秀な人材に恵まれたこともあり。 若年にもかかわらず多くの難局に対処している。破綻しつつあった犯罪性に対しては主に神殿開発、中でも慶応元年に始まる約320ヘクタールと半史上最大の大、新果て造成など、植産による財源確保を目指した。また、治安対策にも取り組み、藩内の農民を集め、強兵を組織して、領内の経営に当たらせた。 製法は7年間の短い知性であったが、多くの施策を実施している。ありがとうございます。